はい、ザーゲームチャンネル99です。今日はね、番外編です。まあ、時々ね、いろんな小物とか紹介してますけども、今日はね、ゲームのね、結束するね、バンドの話ができればなと思っています。私ね、よく出してくる、この、ジクスニムントですけども、まあ、カードゲームにはちょっとね、こういう結束するバンドがあると便利なので、割とこういうの使ってるんですけども、いつも使ってるやつって、この小さいね、小箱、まあ、アミゴサイズのね、箱とかのやつですと、こういう結束バンドですね。これ、100円ショップのセリアさんなんですけど、100円ショップのセリアさんがよく置いてる、これ5種類ぐらいカラーバージョンなのかな、こういうやつを使っていますね。これ100円で2個入っていて、割としっかりと待ってて、ゴムがなかなかバカになりにくいので、これを小箱のやつは重宝してますね。で、もうちょっと大きいやつのゲームの結束のバンドになると、これですね、これも同じあのセリアさんで扱ってるフリーバンドで、幅3センチの長さ48センチ。っていうやつなんですけど、これ結構こう伸び縮みが効いてしっかり留めたいなという時にはこれ割と便利に使ってますね。でこれどのぐらい使えるかっていうと、これですね、宝石のきらめきですけど、宝石のきらめきとかぐらいは割と止まります。実際普通に巻くとこれ全然足らないんですけど、この距離ぐらいだとピュッと伸びるんですね。伸びて割としっかり止まるので、この100円ショップで買えるセリアさんのフリーバンドですね。まあ、これも2本セットで100円なんで、まあ、これもね、そこそこのやつを止めるには便利ですね。で、逆にこれ以上大きくなると、あんまりうまいのがないので、先日ちょっと教えていただいたんですけども、こういうゴムバンドですね。ゴムバンドをこう、斜め掛けして、これって実際は、ただの丸い輪っか、真っ赤に紐切っただけなんですけど、これを斜めにかけて、止めています。で、これが割と便利ですね。で、この紐が何がいいかなと思って探したんですけども、同じ100円ショップのセリエさんのところが、これがまあゴムバンドなんですけども、これが100円で4メーター分入っていて、他の100円ショップさんもあったんですけど、割と黒がなかったりですね、短かったりして、いろいろ不便だったので、この100円で4メーター入るゴムバンドですね、型番 S149 ってやつなんですけども、これが割と便利です。これもカラーバージョンいくつかありましたけども、これが割と便利ですね。で、こいつで作るやつだと、これ自分で手作りしないといけないので、ちょっと1個作ってみますね。まあ、たまたまね、開いてない、エボリューションがありましたんで、こいつをちょっと破って、こいつにちょっとさっきの輪ゴムで結束バンド作ってみたいと思います。はい、まあ、それなりの箱なんでね、ちょっとこうやったら、まあ、自然に開いてくる感じですね。ここね、今ちょっと開けた感じなので、まあ、これをしっかり留めたいと思います。で、留める時にね、毎回この長さとタワーミング具合を調整すると結構めんどくさいので、いくつか作ってみて測ってみたところ、まあ、ゴムのね、伸びる、何ですか、伸び縮みする度合いにもよると思うんですけど、このセレイさんのこのゴムバンドですね、S149 ってやつだと、縦、横、高さを全部合計して、0.7 掛けして切ると、大体うまくいくっていうことがわかります。これが今測ってみたところ、縦横高さが66センチでした。なのでこいつの7掛けっていうと、まあ、46.2センチぐらいですね。7掛けしたやつにちょっと結び代がいるので、まあ、4センチずつぐらい、私ね不器用なんでね、出てれば便利だと思うので、まあ、8センチぐらい足した方がいいので、だいたい52センチぐらいで切るとちょうどこれだとうまいっていう感じですね。まあ、それ作ってみます。はい、これが今52センチですね。これで切ったのでここで結びますと。これでもう完成ですね。もうさっきの46センチに4センチずつぐらいね、ちょっとずつはみ出てるんですけど、まあ結びやすいのね、遊び作って切って輪っかにすると、はい、入りましたね。ちょうど程よいぐらいの針のきつさになっていて、これともう全然落ちないぐらいですね。なんでこれ毎回このたわみ具合をね、結構測るのめんどくさいんですけど、まあゴムのね特性にもよるんですけども、まあこれね、くずか試してみればすぐできると思いますけども、まあ、この私が使ってるセリアさんのゴムバンドの場合だと、縦横高さを測って7掛けすると、まあ、大体うまくいくね。で、結び代がねちょっとあった方がいいので、まあ、4センチ4センチの足す8センチぐらいあるとちょうど作業しやすいかなって感じですね。まあここのところね、この結び代ありますけど、結び代のところを切ってしまえばもう問題ないので、これでもうバッチリという形になりましたね。はい、ということですね、まあ今日は結束バンドね、まあ、番外編ということで、まあこんなの私使ってますということで、小さい、カードゲームタイプのこの100円ショップであるバンドですね。これがグリッドブリアっていうのかな、グリッドブリアっていうバンドですね。これ5色ぐらいあって、まあ色別に分けておくと、これかなりピタッと閉まるので持ち運びとかも便利で、これもなかなかおすすめですね。これが一番小さいやつと、中くらいの箱ね、これかなりしっかり止まるんで、こいつが便利なこのフリーバンド。で、それよりもっと大きなやつをね、まあきっちり止めたいなとかいう時には、このゴムバンドのやつで、まあ、自作するという3タイプのやつで、最近ですね、各ゲームの箱を止めています。というご紹介でございました。
はい、というわけですね、ザ・ゲームチャンネルの春99でした。今日はね、番外編ということで結束バンドの各種についてご紹介いたしました。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイリーチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイリーチャンネルの春99でした。